皆さんこんにちは。こんにちは。ゆうすけです。キクです。今回、日本の恋愛事情、最終回になりますかね。はい。なんかね。はい。第3弾。はい。ということで、こんなメッセージがありました。日本人の彼氏が欲しいです。うん、でも、もし日本人の彼氏がスペイン語ができる場合、日本語を勉強する必要はあるのでしょうか、うん、という質問でした。面白い質問ですよね、はい、うん、ちなみにミクは彼氏と何語で話してるの？基本的に英語で話してますね。あ、英語上手だもんね、まあ、ね、いえいえ、ちょっとまだまだです。特に普段困らないの？そうですね、基本的な会話は、うん、特に困らないですね。あ、いいね、いいね。ゆうすけさんは？俺はね、まあ、実は昔話せなかったんだよ。俺はスペイン語話せなかったし、うん、今の奥さんは日本語が話せる。あ、そうなんですか、うん、今ペラペラですけど。いや、まあ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 、まあ、そこそこ6年もいるからね。じゃあどうやってコミュニケーションを取ったんですか？最初は、うん、電子辞書って書くから今あんま使わないよね。アナログですね。アナログだけど、ね、電子辞書でこうなんかこれこれみたいな感じで。あー、なるほどね。あとジェスチャー。常に電子辞書ここに入れて。もう電池なかったら最悪よ。会話続かない。おお。電子辞書。電子辞書ないどうしよう。パニック。おお、そうだね。うん。それかジェスチャーで。うん、そうだね。で、今は？今はもう日本語もスペイン語も使うし、うん、なんか聞いたことあるかな、ハパニョル。あ、出た。ハパニョルですね。ああいうのも結構使うかな。うん。どんな時に使うんですか？例えばなんか、この間ほら、うん、あの彼氏さんに英語教えてもらったじゃん。うん、うん。でも上手にできなくて、いやー、アプロベチャールできなかったなーとか。あ、ね、うん、チャンスをね、うまく使えなかった。使えなかったみたいな。そういうのが結構多いね。うん、便利ですね、ハパニョルね。うん。はい。スペイン語は勉強してるんですか？いや、まあなんか僕、実はですね、勉強嫌いなんですよ。うん、あ、そうか。ほら、先生ですよね。すいません。嫌いなんです。うん、だけど、なんかその、まあ今の奥さんと友達とかが話している会話を聞いて、うん、その会話をコピーしてよく使ってたかな。あ、なるほど。フレーズのまま。そう、フレーズのまんま。うん。例えばなんか、競馬させる、多いっていうのは、文法はよくわかんないけど、うん、そうやって聞くな、みたいな。ああ、そうか。うん、そういう形で勉強したかな。今の彼氏に日本語を勉強してるんですけど、うん、やっぱりその私の日本の家族と日本語で話せないから、うん、からどうしようかな、ってちょっとね。そうだよね。悩んでますね。やっぱ、その、相手の国の言葉を勉強すると、そのパートナーの友達とか、そのパートナーの家族と話せる。うん、これはすごく大事だよね。大事、うん、はい、うん。ということで、はい、まあ、結論、私たちの国際カップル、うん、相手の言葉を学ぶ必要は、うん、あります。ということで、はい。あります。あるあります。かぶっちゃったもんね。はい。ね、やっぱ、勉強してほしい。そうですね、うん、やっぱりその、うん、まあ、英語で話せるんですけど、うん、でもやっぱりお互いのことが、うん、まあ、ね、勉強することによって、まあ、考え方、あ、言語で、その例えばスペイン語勉強したらスペイン語で考えるようになるじゃないですか。そうだね。だからその相手のなんか考えてることがちょっとずつ分かるようになるし、そのチームですからね。そうですね、やっぱ相手の言葉勉強してもらったらね、そう、嬉しいですもんね、お互いのね、努力が、うん、そうですよ。ということで、皆さんもこれからも日本語の勉強頑張ってください。はい、日本人と付き合いたい人とかね、結婚したい人 ね、 そうね、モチベーションがね、上がりますね。頑張ってください、応援しますよ。はい、ということで、今回は日本の恋愛事情はもうこれでちょっとおしまいになるかな。またね、違うテーマで。そうですね、ぜひ何か話してほしいテーマがあったら、うん、下のコメント欄にコメント、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ではもうすぐこれを見るときはテストが終わってるかな。そうだね、はい、みんな頑張ってますね。そうだね。はい、ということで、はい、テスト頑張ってください、はい、じゃあね、またね、またね、バイバーイ、バイ。
いやー本当にね、熱いけど英語くそだったね。ちょっとね、Nice to meet you やめて、恥ずかしいから。本当よ、頑張りますよ、うん、やっぱね、ミクの友達の言葉も勉強しないと。頑張ろう、あ、頑張っていきましょう。はい、カンパニオ、カンパニッシュ